さあ、今宵の晩ご飯はピザハットのマイボックステリマヨチキンというちょっと豪華な晩ご飯になってます。いや、もう本当にね、これが美味しくて美味しくて、晩ご飯としては栄養素的に言うとちょっと怪しい気もするんですけど、まあ美味しいしエネルギーもあるからいいかということで、最近本当にね、この一人用ピザっていうのをすごい頼むようになっちゃって、本当に食費で財布が圧迫されてますね。僕は今一人暮らしではないんですけど、まあほぼ一人暮らしみたいな環境なんで、ぜひ一人暮らしの方に聞いてみたいんですよね。特に男の人、どういう晩ご飯とか食生活を送ってるのかなみたいな、すごい気になるので、ぜひ教えてくれる方がいたらコメントお願いします。どうなんですかね、皆さん自炊とかするんですかね。僕は昔やってたバイトがファミレスのキッチンだったということもあって、意外とね、料理場に立つのは苦じゃないんですけど、やっぱ毎日ってなると面倒くささが勝っちゃうから、こうやって Uber Eats なり出前館なりをすぐ頼んじゃうんですよね。ぶっちゃけでもこういう宅配って割高だから、本当はお店に行きたいんですけど、なかなかね、家で仕事をしてると家から出たくないなーってなっちゃうんですよね。歩いて5分ちょいぐらいのとこにすき家があるんで、まあ昔はよく行ってたりしたんですけど、最近はもうめっきりって感じですね。ところで、最初僕いただきますって言わなかったと思うんですけど、なぜかね、いただきますっていう習慣がなくて、ごちそうさまは言うんですけど、いただきますは本当にご飯を作ってくれた人が目の前にいるとかじゃないと言わないんですよね。おそらく原因は、うちは勝手にご飯が出てくるような家庭ではなかったってことが大きいかなって思うんですけど、もう母親の手料理なんて中学生ぐらいからは食べてないんじゃないかってくらい、うちはそもそも食事がバラバラだし、惣菜が買ってあったりお米は炊いてあったりするんで、まあ勝手に食べてねスタイルなんですけど、皆さんのご家庭ってどうだったんですかね。やっぱり勝手にご飯が出てくるような家庭が多いんですかね。確かに思い返してみると、小学校の時なんかガラケー持ってたんですけど、みんな帰りがちょっと遅くなる時は家に電話して、今日ご飯いらないからみたいな連絡をしてましたね。僕はそういった類の連絡をしたことがなくて、何時に帰るとかも連絡したことがないぐらい、まあいい意味で放任されてたわけですけど、やっぱそういう求めてないけどお世話されるみたいな経験は一度はしてみたかったなって思いますね。例えば朝学校行く時なんかね、えお母さんが玄関まで来て、あんたあれ持ったの？これ持ったの？みたいな
そんな感じでおせっかいされたことが今までないんで、アニメなんかでああいうのを見ると、ああいいなーってちょっと思いますね。そういうのをされてきた方々にとっては、いやあんなのうざいだけだよって思う方もいると思うんですけど、なんせ僕はその経験がないもので、やっぱり少しは憧れてしまうなーっていうのが本音ですかね。ちなみにこのマイボックスは本当におすすめで、見た通り箱が小さいんですよね。だから食べた後の処理も簡単ということで、ぜひ皆さんも頼んでみてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。